どうも、フィッシュボーイです。お願いします。今日は、はい、今日はですね、はい、NiziU のテイクアピクチャーのダンスを目隠しで覚えて踊ることはできるのか。 NiziU のテイクアピクチャー、新曲の新曲です。振り付けを目隠しで覚えて、そうです、踊れるか。そうです。目隠しで振り付けを覚えるってどういうこと？普通にですね、振り入れてもらって踊るのはあまり面白くないんじゃないかなと思いまして、はい、アイマスクをしてですね、アイマスクね、まあ、講師の方を呼んでますので振りを教えていただくんですよ。もう口だけで、はい、右手はここ、左手ここ、手足こうみたいな、うん、それだけで、振りを覚えて披露できるのかと、実際の振りと比べた時にどんな仕上がりなのかっていうところを検証したいと思います。あ、振り付けの講師がいらっしゃるんですね。そうです。耳から聞こえる情報だけを頼りに踊ります。オッケー、オッケー。まあ、なんでこれをやるかというと話なんですけど、うん、本を出されましたよね、フィッシュボーイ。スポーツだったね、なんかね。はい。こちら。はい。おめでとうございます。ありがとうございます。なりたい自分になる技術、はい、絶賛発売中でございます。はい、とても面白かったです。ありがとうございます。もうどの、ね、年代にも刺さるような内容かなと、うん、ありがとう。僕は思ってまして。ね、やっぱそこで大切なのって、はい、なりたい自分の姿をこうイメージすることなのかなって僕は思いました、はい、そうですね。いや、本当そうだと思います。イメージ力はやっぱりフィッシュボーイはあるということで、うん、はい、間違いないですかね。イメージしちゃいますよ、私は。この本を出されたということはやっぱりそのイメージ力があるということですね、うん、ギュッとイメージします、はい、イメージに時間かけますってことは、目隠ししてでも、うんうん、ダンスの振りが分かるんじゃないかなということで、うん、やらせていただきたいと。承知しました。はい、で、肝心なゲスト講師なんですけど、うん、はい、呼んでおります。はい、たゆかさんです。たゆかさん。こんにちは。こんにちは。たゆかさんね。はい。いや、めちゃめちゃ K-POP マニア。はい。TikTok とかでもね、はい、めちゃくちゃ今、はい、バズってますからね。もうすごいですね。実はね、小島さんチャンネルの BTS、うん、はい、ダイナマイトね、さゆかさんがこう振り付けとか、はい、構成作ってくれたんです。やらせていただきました。そう、まあ、振り付け作ってくれたというかね、まあ、本家の振りですけど、そう、本家の振りを、はい、いろんな人のバランスを考えて作ってくれてて、はい、一回僕の後輩のね、ダンサーと3人でランチを食べた時に、はい、ずっと K-POP の話をしてるんですよ。好きなんですね。めっちゃ好きなんですよ。はい、めっちゃ好きよね。めっちゃ好きです。もうこれ間違いないわ。いいですね。いや、知ってますか、NiziU のテイクアピクチャー。いや、もちろんです。もう踊ってます。もう踊ってる。もう踊ってる。早っ。今回はサビだけっていう形なんですけど、はい、サビ、うん、バッチリですか、たゆかさん。バッチリです。あ、今回どうなりますかね、フィッシュボーイ。目を隠してますか。いや、やっぱさすがフィッシュさんなんで、できると思います。できると思います。あー、それ上げてきた、これ。頑張りましょう。頑張ります。はい、教えの方も大変ですよね。はい、でもどうですか、できそうですか、フィッシュボーイ。やるでしょう。やるでしょう。こんなね、もう K-POP 大好きな人間に教わって、はい、絶対できるようになる。で、最後比較してですね、どういう結果になっているのか、ぜひ視聴者の方もお楽しみにということで。OK、うん。頑張りましょう。はい、頑張ります。じゃあやっていきましょう。先生お願いします。こちらにいますよね、多分ね。います。いますよ。よかったよかった。あれ。見えてないですか？もう全く見えないよ、これ。本当ですか？これ赤間くんの？はい、あ、そうです、僕が手作りで。かわいい。すごい、かわいらしくなってますね。いや、マジで見えない。やろうか。まず手からいきますね、うん、まず最初、左手で1を前に出してください、はい、まず1出した後は、頭の上で丸を作るんですけれども、うん、頭の上で丸を作る、はい、腕を全部使って丸を作ってください。丸？はい、手のひらは上。手のひらは上、上向き、はい、こういうことか、はい、で、指揃えて、指を揃えて、それを大きく外側から離したら胸の前でクロスです。外側から離したら、離して胸の前でクロス、胸の前でクロス、はい、そしたら2がきます。両手で2を裏ピース、うん、裏ピース、裏ピース、わかりますかね、こう裏ピース、裏ピースを両手で、両手で裏ピースと、両手で下から上にちょっと上げたら、下から、あ、両手で下から上にちょっと上げた、上げたら手首を回して、NiziU こんなことする？あと、うん、そんなことはしてないです。そんなことして どうすればいいですか？その腰はいらなくて、あ、こう、その腰いらなくて、これ、はい、手だけ、こう、手だけ、はい、うん、そしたら回して、手のひらは上
になります。手首を回して天井に向かって手を押さえに行く。押さえ、手首回すとき内側から外に向かって、後ろの後ろから前内側の後ろから倒れて、よし、じゃあ足つけます。はい、まず足閉じてます。1出した時に思い切りパーにします。ワン、はい、で体がちょっと手に引っ張られて前に行くような感じです。体上半身がワンってこと。そうですね、そう、アイドルっぽく、はい、あ、ワン、そう、今の感じで、あの顔も決めてください。うん、顔を決める。したら次2で閉じた時、あ、手と一緒に足も閉じます。手も一緒、手をこの後丸作った時、はい、作る時に足も一緒にまたジャンプで閉じたら、はい、膝曲げながら手が開いて、うん、はい、で膝が伸びてクロス、はい、はい、この膝の曲げはややちょっとでいいです。あ、ちょっとでいいです、ちょっとでいいです、はい、はい、せーの、ワン、ツー、スリー、はい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 。そしたら次のステップが、はい、右左右左を その場で肩幅ぐらいで踏んでください。右左右左右左、右左、はい、で体重を踏んだ足の方に結構乗せて、はい、乗せて、はい、乗せて、はい、乗せる、はい、はい、しながら手をつけたいので、はい、上から丸が降りてきて胸の前でクロスしました、はい、裏ピースしながら右足に乗っかる、で左足乗っかる、手めくりながら右足に乗っかって、手が上にプッシュ、プッシュです、はい、そうです。で手を上に上げるとき肘張りたいですね。肘が今前になってるのを外側に、裏ピースの時は肘が縦になってるんですけど、うん、はい、めくった時は肘が外側に張ります。こういうことですか。そういうことです。はぁ、ワン、ツー、いきました、はい、いきますね。いっせーの、せ、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイ。おお、続きいきます。はい、 I can fly the sky Never gonna stay手が実は少しでかじ音に誘導音ミョンミョンド時間で剣よぎかピルウェイ。大丈夫かな。はい、はい、メインディッシュ、ちょっとここ頑張りましょう。いただきます。そしたら、はい、腕と腕の肘下を両手くっつけたいんですね。肘下を両手くっつけたい。くっつけたいです。で、小指側まで全部当たった。こういうこと？で、そうですね。で、顔の前。顔の前。はい。そこに、つけて離す、つけて離す。つけて、そのまま横にスライドして。つけて離す、つけて離す。あ、これを、はい、つけて離す、つけて離す。そうです、そうです、そうです。そうです、はい、つけて離す、つけて離すしながら、はい、腰は右、腰を右に思いっきり、あ、足を開いて終わってます、はい、足が開いて終わってます。こ、はい、の状態で腰を右に思いっきり入れてください。はい、はい、こうですか、それともこうですか。そっちです。こっち、あの重心が思いっきりずれる方で、はい、離した時に腰が入るので、はい、つけて離した時に腰、つけて離して、もっと言えられますか、あの右膝が曲がるやつ、こういうことか。はい、で左も曲げていいです。こう、あ、それです、それです、はい、ダン。したら真ん中に、はい、閉じた時に真ん中に戻って、はい、反対に今度振って、はい、したら顔の横で手をめくって、うん、顔の横で手をめくる顔の横で手をめくるか、耳の横で、耳の横で、あ、そうです、手首を、手首を、回すが大変なんですよね。うん、向きは合ってます。そのまんま、回した後に腕を伸ばしてください、上に。そうです。両手一緒に。はい。で、腰が右に行きます、左に行きました。正面のまんま。正面のまま。あ、正面に戻してか。あ、腰が右、
左、そしたら腰が真ん中に戻ってきて、はい、めくれて手が伸びて膝が曲がります。膝が大変なるほど右これ大変左膝が二重こんなことします。二重こんなことします。右左上げて上げて左上げて、あ、そうです、はい、そしたら美味しいところがやってきました。え、顔の横で、はい、あの両手 L 字、 L 字にしてください。親指と人差し指で顔の横で両手 N 字、 L 字、指だけ、指か、はい、親指と、はい、で自分の顔のちょっと手前で、もうちょっと近い四角ちっちゃすぎましたね。はいはいはい、はい、で顎よりちょっと下、はい、はい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 、そこでついにこのテイクアピクチャーが来るわけです。はい、自分が今写真の中に入ってます。はい、そしたらシャッター音がカシャッ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 って入るので、はい、指を親指と人差し指をこう2回つけてカシャッカシャッに合わせてカシャッカシャッつけたら、今度右手が上こうやって、はいはいはい、それと反対新芽の方もいきます。手の向きが左手が、あ、右手が親指が上のやつ、手首、手が回ります。こういうこと？そういうことです、そういうことです、そう！じゃん！じゃん！それです！それです！それです！来た！これがシャッター音の4つになります。カシャー、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 はい。これに足を入れて、最後。はい。はい。はい、お尻出すやつ覚えてますか？腕をくっつけて離すやつ。はい。カン、はい、カン、はい、カン、はい、そしたら、カシャ。今度は、お尻を左、はい、左にやりながら1回目、右にやりながら1回目、で、また左で3、4。はい。カシャ、カシャ、カシャ、カシャ。そうです、そうです。あ、で、寄せた時にこう膝が緩む感じですかね、こっちは。さっきは、外にこう思い切り向けてましたけど、はい、膝曲げるぐらいがっつりのお尻出すやつでしたけど、はい、この後半の時は、腰を寄せた時に膝がちょっと中に入る感じ。右下、はい、はい。それ右から、右、はい、左、はい。正面で手を上げて下ろしたら次左から。カシャ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 。はい。おー、来たー。すごい。そしたらもう、あと最後。はい。あと最後は肩を右肩から 1,2,3 と3回振ってください。手を下ろして、はい、手を下ろして右肩を前に3回 1,2,3 って振りたいです。振る肩を。はい。右左一緒に左も下げて、はい、右が出て左が下がる、前後に。前後に、あ、そうですね、はい。その動きをしながら足は左右左で踏んでください。左、右、左、全部右が出る動きに合わせて、左、はい、右、左、あ、ダン、ダン、はいはいはい、そうです、そうです、そうです。はい、で、体はちょっと斜め左側に回転してもらって、一発目から、ダン、ダン、あ、一発目から、はい、一発目から、ダン、ダン、ダン、はい、で、左足、はい、右足、左足をしながら体1個分前に出ます。はい、そうですね、最後閉じます。1,2,3 閉じたら、体の前をウェーブみたいな感じに、はいはい、両肘張って上から下に流す。両肘張って上から下にこう流す、はい、はい、手が一緒につくやつですね。手を使って流してあげる。はい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 、はい、で、手はグー、手はグーで、手はグーで流して、はい、クラップチョンチョンって頭の前で2回、はい、ちょん、ウェーブしたら、最後、左手は自分のほっぺ。はい。はい、で、右手は、大きく、右上に伸ばしてください。はい。で、携帯のスマホを持っているような手をして、自分に向けて、はい、横のボタンを押して、こう、シャッターを切るような感じ。はい。はい。こうです。はい。しながら、ちょっと膝をカシャンに合わせて、曲げて、ポーズ。そうです。はい。そこで、最後の音が来て終わり。わあ。おお。はい。そんな感じですかね。はい。行ってみましょうか、じゃあ。やってみます。よいしょ。
ヤッシー行きますか。よいしょ。はい。久しぶりのみさんの目は合ってるかな。なるほどね。どうですか？全然本番上だったけど、なんとなく想像できてた通りだわ。これすごいわ。どうですか？なんとなく合ってたんじゃない？合ってましたね。ね。でもなんか、こうダンス初心者の人の気持ち分かったかも。って言われてもみたいな。ね。って言われても。え？顔横でみたいなね。あったんで、うん、あ、なるほどな、こういう気持ちかった、うん、横にもいろいろありましたね、私も、うん、勉強になっちゃった。めっちゃ面白い。いや、これ難しいですね、うん、普段やっぱ目で見て教えてる情報がどれだけ多いか分かりました。あ、なるほどね。口で言うのこんな大変なんだと思って、すっごい面白かった、うん、面白かったです。ちょっとまた教えてください、はい、ぜひよろしくお願いします、はい、ありがとうございます。結果としてはどうなんですか、はい、目隠ししてダンスをすることは根気よく教えればできる。はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ライカさんでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、何卒よろしくお願いします。少しでもダンスに興味があるそこのあなた、フィッシュボーイのオンラインサロン、フィッシュボーイラボクラブでお待ちしております。詳しくは概要欄をご覧ください。ではまた、バイバーイ。